皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー8実況プレイのパート44ですね。やっていきたいと思います。あ、オダイン博士がエルオーネに興味を示しているということで、そのオダイン博士にね、エルオーネの行方を、聞き出しに行きたいと思います。どこにいたんだ？で、これね、月刊武器創刊号。これね、忘れずに回収しておかないと。完武器創刊号、はい、これが、いろんなキャラクターの最強の武器。まあ別に拾わなくてもね、素材さえ集まえれば、作ることもできるんですけど。オダイン博士の、お、いた。オダイン博士、エルオーネの居場所はどこだ？自分で戻ってくるとは、良い心がけだな。はい、また戦闘。耐える。オードあんなでっかい槍どこにしまったんだろう。なんでおじゃる、エルオードなんか知らないでおじゃる。嘘でおじゃる、エルオード知ってるでおじゃる。おい待て、エルオードの居場所はどこだっつうの。だから、エルオーネはどこだって。いや、逃げしゃ早いな、のじいちゃん。おい、待てよ、どこか教えろって。織田県でおじゃる。エルオーネはそこにいるでおじゃる。オダイン博士の研究所のことですよ。そこに行くには、ここをこう、そしてそこをこうです。わかるかっつの。なるほど、さっぱりわからんな。ケロス、あとは任せた。すぐ合流しますが、その時まで幸運を祈っています。皆さんお気をつけて。ここだよな。なんか妙なところだな。なあ。あれ？あいつは？私たちを探してると思うけどな。まあな。普通は車から飛び降りないよな。いやー、思わず突っ走っちまったか。あいつ無事だといいけど、上にエスタヒいるけど。それより、私たちの方が。もう来た。
ね、スタヘ弱すぎるだろう。わかるな。ダブル、あー欲しい。なんだこりゃ。変わったもんが多いよな。座ってみるか。あのおっちゃん来てた。あらー戦闘の入り方が間抜け。お、耐えるか。さて、エルオネは。あんまり適当にするなよ。エルオネ、エルオネ、エルオネ。クソ、聞こえないか。さてさて、おっちゃん。さて、エルオネ、エルオネ。エルオネ、ラグナおじちゃん、ちゃんと助けに来たぜ。ちーっとばかし遅くなっちまったけどよ。無事助けられたんだね。スコールも気がついたようですね。何かこっちに来るぜ。ん？魔女イデア。はい、オダイン博士に会わせてください。まず我々に話を聞かせてもらいたい。わかりました。俺はエルオネに会いたい。エルオネはどこだ？エルオーネ。スコール、落ち着いて。私に任せなさい。乗りなさい。
科学の国、エスタね。まもなく大統領官邸が見えてきます。そちらにご案内します。すげえでけえ。オダイン博士もあそこにいるのかしら。そう考えて私はこの国に来ました。ぜひオダイン博士のお力で私を未来の魔女から遠ざけていただきたいのですが。簡単なことじゃおじゃる。慌てでなおっちゃん、隔離してしまえばいいのでおじゃる。オダインに不可能はないのでおじゃる。よろしくお願いします。君はエルオーネに会いたいと。どこにいるんだ。俺とリノアはエルオーネに会わなくちゃならないんだ。あんたたちは断ることはできない。もし断れば俺は。もうダインを人質にするでおじゃるか。バカでおじゃる。バカでも何でもいいからエルオーネに会わせろ。言う通りにするでおじゃる。もうダインが許可するでおじゃる。いいでしょう。ただし条件付きでおじゃる。この娘をオダインに観察させるでおじゃる。どうだね。エルオーネに会うためには少々準備が必要なのだ。それまでの間娘を預けるというのが我々の条件だ。従いなさいコール。リノアにおかしな真似はするなよ。じゃあ、とりあえず。一応ね。よし。娘は我々に送り届けておく。安心しているルナゲートに向かってくれたまえ。なるほど、ルナゲート、そこに向かえばエルオーネに会える。ああ、素直にルナゲートに向かう前にあちこち見て回りたいよね。
ちょだっけなイベント、イベントっていうかちょっとアイテム回収なんですけど、ここが官邸だから外には出ていいはず。今更いらねえな。どこで何のイベントだったかよく覚えてねえな。した後に大統領官邸に戻ると、このゲームでいろいろね、訪れる街としてはここが最後になるので、まあ当然ね、この街で売られているアイテムとかにはかなりすごいものが多いんですが、まあ最初から全部扱えるわけではなくて、ストーリーが進まないと扱えない店があったり、ガーディアンフォースのね、アビリティがないと、売り出されないアイテムとかもあるので、まあ、おいおいね、ちゃんと全部回収していけたらなと思います。で、もうここまで来ると、もういくつかね、最強の武器を取るために必要な素材を持っている、モンスターも出てくるようになってくるかと思うので、撮影外での作業が、またね、白熱しそうだ。ガルトファンポート、今からまあイベント見に行ってるあたりっていうのもちょっとあれなんで、ショップ見に行きたいかな。
でかい町だからな、迷いそうだ。おお、ショッピングモール経由。いろんな自動販売機みたいな感じの店あったかな。ペットショップ、ジャンクション系もねあるし、アビリティ忘れてるアイテムもあると。これ辺買っとこう。ショップ。またもらった。利用できない。ジャンク屋か。プレゼントビッシュ、まあ一応作る、すぐ多分こっちの方にすると思うけど、せっかくなんで。ブックストア、お、今まで逃してきた本系のアイテムとかもね売られている。持ってないものは買っておきましょう。何ももらえない。なんだっけ、あまりにアイテムもらえるんじゃなかったっけな。待てよ、明日また来いって書いてるから、開いたり閉じにしてんのかな、きっと。ね、よくわからんシステムだもん。なんかもらった。売られてるね。まあ、いっか。なんかまあ店閉店してる。よし、
かし、本当にすごい街だな。さてさて。お、レンタカーだって。別に、ね、徒歩でもいいんだけどね、戦闘もしてね、あのモンスターと戦っていろいろ素材とか手に入れたいから。とりあえず、なんか燃料残り4個、余裕があるんだかねんだか。まあ、とりあえずルナゲートもある。多分これじゃなかったかな。この近辺の敵、どんな敵が出てくるのかも見ておきたい。メスマライスか。死ぬ。大したもんねえもんな。OK。まあいろいろ素材に入るのはやっぱ後半分になるのかな。うん、いや、じゃあとりあえず今回はここまでにしておきます。次回そのルダゲートに行ってエルゴーネと再会することができればいいんですけれども、すんなり合わせてくれるかな。はいと、ではファイナルファンタジー8実況プレイのパート44、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見ていけるな。